皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。はい、それではいよいよ今日から先週末に発売されたトランスフォーマー実写映画の新しいおもちゃのシリーズ、スタジオシリーズのレビューをしていきます。今日紹介するのはこちら、トランスフォーマースタジオシリーズ SS05 オプティマスプライムです。はい、それでは行きましょう。もう皆さんですね、すでに購入されている方も多いと思うので知っている方もいらっしゃると思いますが、このスタジオシリーズはトランスフォーマーの実写映画が10周年を迎えまして、これまでに公開されてきた5つの映画作品の中に登場してきたトランスフォーマーのキャラクターたちのロボットモードでの大きさというのをですね、劇中の比率に大体合わせて新たに作り出されているおもちゃのシリーズになっていて、今回はその第一弾として8体のキャラクターが発売されました。僕はそのうちですね、6体のキャラクターのおもちゃを買ってきましたので、今回はですね、まずその一番初めとしてですね、オートボットの司令官のオプティマスプライムをまずじっくりレビューしていきますので、ぜひ最後までゆっくりご覧ください。まずはパッケージから見ていきましょう。パッケージはこのスタジオシリーズ用に新しくデザインされていて、黒と水色を基調としたカラーリングになっています。かっこいいイラストが前や両サイドの方に描かれています。そして商品名の上の方にですね、ここにはトランスフォーマーリベンジオブフォーロンというふうに書かれています。これは映画の第2作目の時のタイトルロゴですね、日本でいうリベンジの時のタイトルロゴなんですけれども、今回のオプティマスプライム、これがリベンジの時に登場した姿の商品ということで、ここには第2作目の映画タイトルが書かれています。別の商品の時にはここが第1作目のトランスフォーマーであったりとか、第4作目のエイジオブエクスティンクションという風な感じで、ここも商品が変わるたびにこのタイトルロゴも変わっているみたいです。パッケージの裏側はこんな感じです。今回のスタジオシリーズではロボットモードのサイズをですね、劇中のサイズ比率に合わせているということなので、映画の世界を再現して楽しめるというふうにも書いてあります。ロボットモードとビークルモードであるこのファイヤーパターンが特徴的なトラックの写真が書かれていますね。説明もあります。セット内容はこんな感じです。オプティマス本体と、それから武器のブレードが2つ、そして説明書です。説明書はこんな感じです。最近のムービーザベストの説明書と近いような構成ですかね。今回のオプティマスは表面のみの印刷で、ロボットモードからビークルモードへの変形が書かれています。イラストはちょっとちっちゃめですけど、まあまあ見てわかりやすいものだとは思います。それではまずはビークルモードからじっくり見ていきましょう。ビークルモードの外観はこんな感じです。もうですね、この手に持った瞬間ですね、今までのこのボイジャークラスの大きさのオプティマスにはなかった密度というのをものすごく感じますね。全体的なカラーリングの色調というのは、今までに出てきたオプティマスと違ってですね、ダークオプティマスとかネメシスプライムみたいな感じで若干暗い感じになっています。今まででしたらシルバーはこういうですね、明るい感じの色調で、成型色のシルバーもですね、これに近いようなグレーでしたけれども、今回のものはちょっとですね、ガンメタリックに近いような成型色のカラーになっています。フロントはもうほとんどガンメタリックと言っていいような塗装ですね。フロントのこの部分にはちょっとちっちゃいですけれども、頑張ってオートボットのインシグニアが造形されていますね。ここにはファイヤーパターンがあります。今回はちょっとファイヤーパターンは少なめですね。両サイドの煙突の部分はちょっと短い感じがしますが、これはロボットモードの時の長さに合わせているんだと思われます。中にピンが打ってあって、ここら辺のですね、パネルの折りたたみの可動軸になっているので、ここの
部分をですね、伸縮ギミックをつける余裕はなかったのかもしれません。タイヤは片側三輪両方で6個ありますね。ホイール部分は塗装は今回はなくて、ちゃんと動くのでクロス走行もできます。車体の裏側はこんな感じでみっちりとしていますね。メカメカしくていいと思います。付属のブレード2つはこのビークルモードの時にはここのくぼみにブレードの方のこのピンを合わせて装着しておくことができます。はい、今回のスタジオシリーズのビークルモード全部ではないですけれども、並べてみるとこんな感じです。オプティマスにバンブルビー、それからスティンガーにスタースクリームです。このシリーズはロボットモードでのサイズ比を統一しているということですけれども、さすがにビークルモードはちょっと、バラバラな感じかもしれないですね。そして僕が持っているボイジャークラスのオプティマスプライムを並べるとこうなります。あまりたくさんは持っていないんですけれども、今回のスタジオシリーズのオプティマスを加えたことで合計4種類ですね。この2つは全く同じものの色違いになるので4種類になります。こちらはムービーザベストのオプティマスプライムで、ロストエイジの時に発売されたクラシックオプティマスと同じ型になります。そしてこれは、映画第3作目のダークサイドオブザムーン、ダークオブザムーンの時に発売されたスペースオプティマスのリメイクで、最後の騎士用の時に発売されたものですね。ちょっとカラーリングが奇抜なものですけれども、こんな感じです。そしてこの2つは映画第5作目の最後の騎士用の時に発売された TLK のボイジャーオプティマスプライム、こちらが通常カラーのもので、こちらがセブンイレブンのネット通販で映画のチケットなどとですね、セット販売にもされていたダークオプティマスプライム、闇落ちしたバージョンのカラーリングです。そして今回のスタジオシリーズのオプティマスとなっていますが、本当にですね、このボイジャークラスのオプティマスプライム、このビークルモードの時の形状も素晴らしいですし、それぞれが変形工程がとても凝っていて、ロボットモードもですね、とてもかっこいい、本当に傑作と言っても間違いないものたちだと思います。ではちょっと今回のこのオプティマスと同じビークルの形のこちらと見ていきましょう。こちらはさっきも言った通りですね、ダークサイドムーンの時に発売されたオプティマスのリメイクバージョンになっています。ちょっと奇抜なカラーリングはスルーしてください。ビークルの形はほぼほぼ同じ型の車種ですね。ただ本当にこの今回のスタジオシリーズの方が一回りぐらい小さくなっているのがわかると思います。こちらの変形機構もですね、かなり詰まったものになっていて、とても見事なものですね。ちょっとこの今回のスタジオシリーズの変形には通ずるものもあると思います。車体の裏側はこんな感じで、体の配置もですね、大体同じですね。全く同じということではないですが、今回いい比較になると思います。はい、ビークルモードはこんな感じです。それでは次はいよいよロボットモードへトランスフォームさせていきましょう。オプティマストランスフォーム。変形機構のパターンとしては、今まで出てきたオプティマスプライム、実写オプティマスもそうですし、それ以外のシリーズのオプティマスプライムのおもちゃの変形方法がいろいろ含まれているようですね。パーツの構成的にはこのフロントですね、ボンネットあたりが腕、そして後ろのこの部分がですね足になって、で真ん中の部分が胴体に変形していきます。ちょっと複雑なのはこの腕の変形やこのパネルの部分ですね、ここをパタパタ畳んでですね収納していくんですけど、ちょっとここが複雑かもしれないです。一見複雑に感じますが、覚えてみるとパズルのようで楽しくなると思います。ではやっていきましょう。はい、まずはこの後ろの部分ですね、ブレード、武器をマウントしているときは、まずはこれを外しておきます。そして、はじめに、このサイドのタンクの部分、ここにピンがあって、ここのヒンジを使って上に上げることができます。反対側も同じように。そしたら次は前輪の部分、ここですね。このタイヤとカバーの部分、それからこのようにまっすぐと軸があってつながっているので、中のピンを外してあげて、ここですね、ここをそのままグイッと持ってきて、
インジを折りたたんで畳みます。反対側もここですね。ここはリーダークラスのオプティマスの変形によく似ていますね。しっかりとここのくぼみにここのステップのところが入り込むように折りたたみます。前輪を折りたたんだら、次は足の変形をさせるためにちょっと空間を作るために腰の部分ですね、これを下に下げてスペースを作ります。半分に分けて、今度はここですね、この青い部分、グレーのパーツがこっちに来るように、ここですね、回転、ここを中心に回転して、そのままちょっと入ります。足も出してあげます。足を回転させたら、今度はこのタイヤをここを軸にして上に上げて、ここの溝にここのピンがちゃんと入り込むようにカチッと入れて、このタイヤカバー、これをグイッと下に下げます。左足ができたら、今度は右足をやりましょう。この部分を中心にこっちに回転、このシルバーのグレーでかなのパーツは、ここの赤いパーツのところにピンがあるので、ここですね、これを外すようなイメージ、こっちを上に、こっちを下に回す感じでグイッと回してカチッとします。タイヤをこっち側に回して、タイヤカバーを閉じる。これで OK ですね。足の変形が終わったら、今度は上の部分、ここのヒンジを使ってグレーのパーツを上に上げると、連動して一緒にですね、この横の青いパーツも動きます。ここのヒンジで上げてタンクを動かします。こう、続いてはこの横の部分ですね、パネルら辺を動かしていきます。このファイアパターンがあるパネルの上の部分、この上半分だけを、このここにですね、可動軸があるので動かしていき、このミラーのところがここの空洞に入るようにすっぽりとちゃんと移動させます。反対側もここですね、これを動かしてしっかりと入れ込みます。ここのパーツを前に出してきたら、ここが動かせるようになるので、ちょっと角度をつけてあげて、この部分ですね、内側にトブが入っているので、ここを動かして、このパネルが回転できるように動かします。カチッとトブを反転させます。トブを回転して出したら、今度はまたこの部分を上に上げて、ここのクリアランスを広げてあげます。この横ら辺のパネルなんかを中に畳んでいくんですが、この部分ですね、このままじゃ内側に倒せないので、このピンがあるので、このタンクを引っ張ってこっちに持っていきつつ、ここの軸でタンクをこっちに動かします。反対側もここを取って動かしながら、こう畳んでいきます。これをこのままこの奥にこう畳んでいくんですが、このファイアパターンのあるパネルはそれぞれ互い違いに爪が入っているので、ここをこう両側一緒に閉じながら重なるように閉じます。そしたらこのタンクがついているものも折りたたんで、これで OK。 それではまたここは最後ら辺に調整するとして、ここのフロント部分を腕、そして胸のパーツに変形させていきます。このグリル部分とこのタイヤカバーの部分、これを半分に割ったら、ここですね、ここにヒンジがあって、ここの黒い部分、これでこの青いパネルを上にこう動かすことができます。上に動かしながら、この部分でこっち側に持ってきて、ここのシルバーのピン、そしてここの受けですね、これをこのまま畳んで、ここをちゃんとジョイントさせます。反対側も行きましょう。このグリルの部分とこのタイヤカバー、ここを一回外し、ここの黒いところ、青いパーツ、これをくるっと上に反転させつつ、ここの軸でこれをこっちに折り曲げ、このシルバーのピンとここの受けをしっかりと
はめ合わせます。続いてはこの部分、ここはコの字に腕が折りたたまれているので、まずこのボンネットのところをここの軸を中心にこっちに伸ばしてあげます。そしたら今度はここですね、この黒いパーツ、これがこのように稼働します。ここにジョイント、こっちに受けがあるので、これがうまく合わさるところで持ってきます。腕を今度は真ん中から2つに分けます。このパネルを開いて、この内側のこの受けとここのピンをこのように伸ばしてきて接続、反対側もですね、ここを接続します。あとは腕を形にしていきます。腕を下に下ろし、青いパーツを下ろす。そしたら今度はここ、このパーツをこのヒンジを使ってこっち側に持ってきつつ、こう手首を伸ばし、腕をぐるっと回転させ、このパーツをぐるっと巻きつけるように動かしながら、ここの受けとここのピンを合わせます。これで左腕が完成。右腕も行きましょう。下に下ろして肩をたたむ。今度は赤いパーツを動かして、ここも可動、手首を下に伸ばしてぐるっと回転、このパーツをぐるっと畳むように接続。これで右腕も完成です。最後に各部調整ですね。腰のジョイントをしっかりはめて安定し、膝のパーツを調整、背中も調整すればオプティマスロボットモードです。はい、ロボットモードぐるっと見渡すとこんな感じです。全体的なカラーはビークルモードの時と同じようにちょっと暗めな色調ですね。シルバーの部分もガンメタリックに近い成型色やガンメタリックで塗装がされています。赤の塗装もですね、ちょっとくすんだような赤色ですね。変形工程かなり素晴らしかったですね。あの特徴的なボンネット型のトラックからこのようにですね、もう跡形もなくしっかりとしたロボットモードに変形することができました。足の変形はクラシック型のオプティマスのこの部分ですね、回転する変形方法や、ここですね、前輪が折りたたまれて太ももになるというですね、リーダークラスのオプティマスの変形方法がうまく取り込められてましたね。そして何よりもこのタイヤカバーが畳まれるという心配りがいいですね。そして上半身、この胸周りというのは本当に見事としか言いようがないですね。この腕の変形、パネルを伝い、このように接続されるという変形方法、胸の部分はダミーパーツになりますが、これ自体はですね、この変形方法は実写映画ではない別のシリーズのオプティマスの変形方法を取り入れた感じになっているそうです。そしてこの脇から背中にかけてのこのパネルの収納部分、ここは本当にですね、もうボイジャークラスのサイズによくここまで機構を盛り込んだなと思いますね。とても素晴らしいです。造形を見ていきましょう。まず頭部、かなりイケメンなマスクオンタイプのオプティマス顔ですね。しっかりとした造形と色分け塗装もされています。ちょっと分かりづらいですが、奥まっているですね、目の瞳の部分も塗装がされています。胸部はこんな感じです。ほとんどが変形とはもう関係ないダミーパーツで構成されていますが、その分再現度も高くしっかり作り込まれています。塗装もですね、綺麗になっていてとてもいいです。腕ですね、肩のパーツもダミー、そしてこのちょっとですね、いつも処理に困るこのボンネットの部分のパーツ、しっかりと腕に巻きつかれているので邪魔にならずにですね、しっかりと腕の形になります。下半身です。腰から足にかけての部分、ここはもう本当に
変形も造形も両立していて文句もないです。完璧です。背面はこんな感じです。ビークルモードの天面や側面部分のパネルがここに来ています。海外版のレビューですとか、写真などで見ていたときは気になるかなと思っていましたが、実際手に持ってみるとそんなにですね気になる部分ではなかったですね。意外と前から見てもそんなに目立たないですし、背中もですねすっきりしているので意外といいです。可動は頭部がボールジョイントです。上下左右動きますね。ただ左右の時は後ろのこの透明のパネル、フロントガラスになる部分ですが、頭部の後ろの部分がちょっと当たってしまい、真横まで向かせるということはできないですね。でもまあ十分な可動だとは思います。腕は軸可動で、前後に回転と水平方向も難なくこのぐらいまで上げることができます。肩パーツも動くので邪魔じゃないですね。二の腕のロールがあり、肘が90度、そして手首も回転軸があって、変形の関係でですね手首がこのように上下にスイング、ちょっとだけですね動かせます。腰の部分に回転の可動軸があって、足は前後水平方向も上げられ、ロールと膝も深く曲げられます。足首は前後の可動と、あとは左右角もしっかりつきますね。足首可動が優秀なので前傾姿勢も十分に取ることができます。このまま動かしてこんな感じで、縦膝も全然余裕ですね。付属のブレードはこんな感じです。綺麗なオレンジ色のクリアパーツにガンメタリック塗装がされています。こちらには何かサイボトロン文字のようなものが彫られていて、ここのジョイントを使ってオプティマスの背面にこのようにマウントしておくことができます。そして手に持たせるときには逆手ですね、この上の方に棒が行くようにして手首に逆手にする感じで持たせます。両方持たせるとこんな感じですね。このツインブレードがやっぱりかっこいいです。そしてキャンペーン品のクワッドバレルショットガン、これも持たせてみるととても似合うと思います。実際はこの姿のオプティマスはこのショットガンを使ってませんが、この暗い色調のカラーリング同士でいい感じにマッチしていると思います。そして今回のスタジオシリーズ、付属品というわけではないんですが、このパッケージの中の台座を取り出すとこんな感じでですね、背景の描かれた台座が入っています。これはトランスフォーマーリベンジに出てきたワンシーン、オプティマスが他のディセプティコンと戦うですね、一つのシーンですけれども、この部分ですね、下の方にちっちゃくコピーライトが書かれているので、実際に映画で登場したシーンを切り取って描かれたものだと思います。こっちにはトランスフォーマーということで、オートボットのインシグニアと一緒に書かれていますね。ここにこのようにオプティマスを立たせることでジオラマ風のですね台座として扱うことができます。このシーンは複数のディセプティコンに対しオプティマスが一人で応戦するというシーンでした。激しいバトルが見物で、リベンジの中でも重要な見どころの一つだと思います。そして今回発売されたスタジオシリーズの他のキャラクターも一緒に並べるとこんな感じです。今までのシリーズでもデラックスクラスですとかボイジャークラス、リーダークラスのサイズというような感じで、それぞれのキャラクターに合わせた大きさのものが発売されてきましたが、今回はちゃんとですね、シリーズの中でちゃんと劇中のサイズを統一感あるように作られているので、並べてみることでやっぱり雰囲気を味わうことができていいですね。特に劇中で対峙したことあるキャラクター同士を並べてみることで、遊んでいる時の興奮度もかなり高くなってしまいます。先ほどビークルで並べたオプティマスを全部ロボットモードにして並べてみました。両側の TLK のオプティマスはちょっとですね形は違いますが、真ん中のこの3体は同じロボットモードのオプティマスになってます。この
クラシック型のオプティマスプライム、これも傑作玩具と呼ばれていますが、足の変形がこんな感じで回転して変形するという、今回のスタジオシリーズのオプティマスにも採用された変形方法でしたね。そしてこちらは、ダークサイドムーンの時に発売された、スペースオプティマスと同じ型のおもちゃです。これも足の部分がちょっと形は違いますけれども、こんな感じで収納されるというですね、回転という感じではないですが、同じような位置、配置にはなってますね。ここも似たようなポイントですし、あとはこの腕と胸部あたりですね、このサイドのロックが外れて胸ごとダミーパネルになっていて、ここをこんな感じでですね収納していくというような感じですけれども、今回の SS のオプティマスにもですねちょっと似たようなところがありましたね。それぞれどれもいいおもちゃではあるんですけれども、やっぱり今回のスタジオシリーズは飛び抜けてクオリティの違いを見せてますね。今回のこのスタジオシリーズのオプティマス、このボイジャークラスのサイズにギュッと押し込められた変形機構もとてもすごいですし、劇中再現度の高いプロポーションもとても素晴らしいと思います。それは今まで発売されてきたこの歴代のオプティマスのおもちゃですとか、それ以外のキャラクターのおもちゃたち、実写映画が始まって10年間メーカー側のこの努力の結果がですね、このオプティマスにつながっているんだなと、今回こうやっていろいろ並べてしみじみ感じました。いろいろ問題もあったりしますけれども、実際こうやってですね素晴らしい製品を作ることができる企業なので、これからもぜひですね頑張ってほしいと思います。そして MPM のオプティマスと並べるとこんな感じです。今回のスタジオシリーズの再現度が高いということがすごくわかりますね。このオプティマスの大きさはだいたい17センチはないぐらいですね、16センチ17センチくらいの大きさです。ロボット魂のガンダム、これが13センチぐらいなので、並べてみるとこんな感じですね。今までのボイジャークラスよりはちょっとちっちゃい感じのオプティマスです。はい、それでは最後にロボットモードからビークルモードへの戻し変形をサクッとやっていきます。ではまず足から変形させます。ぐるっと回転させてカバーを出す、タイヤを戻す、こっちも足をぐるっと回転させてカバーを出してタイヤを戻す、そしたら綺麗に並べて足を真ん中で接続、ぐるっと回転、腰を外す、腕を外してこのパネルを合体、腕をぐるっと回転、これを戻し、こっちもぐるっとして、今度はこの部分を接続します。こう、あとはこの部分を倒して腕をこの位置、この字型に曲げていきつつカバーをかけてあげて、ここに合わせておく、タイヤカバーの部分、ここを外して伸ばしながら反転して、ここに合わせてピンをはめる、反対側も伸ばして反転させながらですね、はめて前の方も閉じる、これを伸ばしタンクを持ってきつつ回転させはめ込む、反対側も内もグッと入れて戻す、パネルを出し頭部を戻してまた上げてこの部分を戻す、ここもこっちもこれを戻す、天井をはめる、次はこの部分ですね、パネルを畳んでここに入れ込む、ピンがちゃんとはまるようにこっちも押し込んでタンクを水平にして
これを戻していく。このパーツをこっち側に動かして、前輪を伸ばしてピンをはめる。こっちも伸ばしてピンをはめる。あとはこのタンクの部分をはめ込んで、これでビークルモードの文字変形が完了です。はい、それではいろいろ見てきましたけれどもいかがでしたでしょうか。発売前の期待ですとか海外版のレビューを見てもですね、素晴らしいの一言ということでしたけれども、実際やっぱり自分で買ってみて手に取ってみるとやっぱりですね、同じように素晴らしいとしか言いようがない今回のスタジオシリーズのオプティマスプライムでした。変形とプロポーションの両立ができていて、アクションも充実しているので、自分の好きなポーズを取らせて遊ぶこともできますし、箱に入っているこのジオラマの台座を取り出してきて、飾っておくだけでもですね、いい雰囲気になるので、とても素晴らしいです。カラーリングはいつものオプティマスと違って、ちょっと暗めの色調になっていますので、好みは分かれるかとは思いますが、間違いなく最高のオプティマスと言えると思います。もしまだこのオプティマスを持ってない方がいらっしゃったりとか、スタジオシリーズ何も買ってないという方がいらっしゃったら、とりあえずこのですね、オプティマスは買っておいた方がいいと思います。とにかくロボットモードがかっこいいですし、変形方法も癖になる感じで、ちょっと最初は難しいかもしれませんが、ついつい手に取ってやってみたくなる面白さです。あとはちょっと変形玩具にですね、慣れていない方でしたらこのオプティマスちょっとですね、敬遠されるかと思いますが、いずれ慣れてきた頃にこのオプティマスの素晴らしさがわかると思いますので、今のうちにですね、買っておいて損はないかと思います。強くおすすめできるオプティマスです。はい、それでは今日ご紹介いたしましたのは、トランスフォーマーの新しいおもちゃのシリーズ、スタジオシリーズ SS05 オプティマスプライムでした。今後も引き続きこのスタジオシリーズのレビューを続けていきますので、ぜひご覧ください。今日はご視聴ありがとうございました。この動画に関するご意見やご感想がある方はぜひコメント欄の方にいろいろご記入ください。皆さんの感想などお待ちしております。はい、それでは本日の動画は以上となります。今回もご視聴ありがとうございました。またぜひご覧ください。クロでした。さようなら、バイバーイ。